紳士とは、律令制において、式部省が行った、秀才、明経に次ぐ、第三の官吏登用試験。しんし身とも。広く、群書に通じ才学の高い人物を登用するため、治国の要務を問う、事務作と呼ばれる論文が2題と、文選の中から7種、自画の中から3種、合計10種の定味を課した。甲乙丙の3段階で評価され、甲第と乙第に、評定されると及第とされ、前者は従八位下、後者は大初位上に叙された。だが、及第には、論文2題が共に、文章、論旨ともに適格とされて、合格と判断され、かつ帖試は、甲第が全問、乙第が6問以上の正答を必要としたため、極めて難問であった。歴史上、甲第として知られる例は716年に、遣唐留学生に選ばれた、下道真備など数少ない。また庶民から進士に合格し、下級官人となり、最終的に貴族にまでなった人物として、勇山文継が知られている。秀才などに比較して旧大者に対する叙位が低い。一方で、出題が難問であったために志願者が少なく、平安時代の貞観年間に廃止され、進士の呼称は、漢文作成の試験で選抜された、紀伝道学生である文章生に対する別称となった。ありがとうございます。